今年の ASBMR は学会直前にカテプシン系阻害薬オダナカチブの開発が中止されるという衝撃的なニュースから始まりました。脳卒中への懸念が表明されていますが、幅広い骨折抑制効果も同時に報告されていただけに大変残念なニュースでありました。既存薬に関する報告では、抗ランクル抗体デノスマブの長期の安全性が骨生検でも確認されました。その一方で、デノスマブの中止後、特に既存骨折を有する群で早期より骨折抑制効果が減弱することが報告され、抗療法の有効性そして必要性が再確認されました。骨折抑制効果と同時に QOL の改善も患者にとっては大切なことです。今回テリパラチドとビスホスホネート薬の直接比較試験において、テリパラチドが早期から運動機能の改善と疼痛抑制効果を示すことが報告され、臨床的な実感が科学的に裏付けされた形となりました。新しい薬剤としては、抗スクレロスニ抗体ロモスツバムがデノスマブを抗療法とすることで、さらに有効性を持続させることができることも報告されました。さらには PTHRP アナログであるアバロパラチドの有効性のサブ解析、さらには経皮製剤の開発が目を引きました。数年前、米国でビスホスホネート薬に対するネガティブな報道がされてから、薬剤の使用量が減弱し、その結果として骨折数の減少がやや頭打ちになっていることが示されています。これらのことは報道を含めた社会的な対応の重要性も示唆しています。世界的な超高齢社会の進行の中で、80歳以上の患者における有効性と安全性についてのさらなる解析も報告されています。今後、費用対効果分析も含め、より一層効率的かつ有効な治療を行うことがさらに重要であることが示されていくと思われます。